おはようございます。今 DVD を見終わりまして、まあ1本見終わって、ずっと昨日からずっとこれを見てまして、野望の軍団、原田龍二さんが主役の、菅原文太さんはまあ特別出演程度ぐらいの出方でしたね。でも内容としては良かったです。いわば、学生のチンピラ軍団、まあ不良軍団が、都政の世界へのし上がっていくという内容で、若い力をみなぎるドンパチ姿が結構魅力でしたね。まあ作品としては結構古い作品なんで、絵的にはちょっと時代的に、時代昨今、ちょっと絵的には古いかなって、平成始まりのぐらいの映画なんでね。あれですけど、まあ良かったのは良かったです。皆さんもぜひ、おすすめします。まあ有名どころっていうか、結構若手のこれから伸び盛りっていう人たちが出てた映画なんで、面白いと思います。今日は朝の薬飲み終わったんでね、もうお茶飲んでるだけなんですけど、まあ、また任侠映画の方は Amazon で DVD また予約して頼んでるんでね、また紹介したいと思います。まあドンパチ好きな人にはおすすめです。もうドンパチ映画の青春ものです。ドンパチ映画の青春もの、まあ皆さんも一度はご拝見をしてください。それではまたね。バイバイ。